今回はオキュラスクエスト2リアル VR フィッシングをご紹介します。勉強、仕事を忘れてストレス解消、ようこそ VR 仮想現実の世界へ。このチャンネルではファミコン世代のおじさんがオキュラスクエストなどのバーチャルリアリティ体験を実況を交えながらご紹介していきます。今後もいろいろご紹介していく予定ですので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。まずはロビーからチュートリアルが始まる。リアル VR フィッシングは日本語対応しており、1990円、 970.3MB の容量が必要になっています。最初はこの通り水槽が真っさらですね。まずはテレポートで移動してマイルームに行ってみたいと思います。マイルームではアバターの変更ができます。マルチプレイヤーモードでみんなに見せたり、カメラで自撮りして撮影した写真を後から見ることができます。結構細かくできるので、これだけでも楽しめますね。またマイルームではストアで購入したロットやリールを見ることができます。それでは大きなテレビ画面の前に行ってみましょう。ここは様々な設定ができるメニュー画面になります。一番上の地図では韓国の全20カ所のロケーションから住みたい場所を選択することができます。ただ最初は一つの場所のみで、経験値を上げてアンロックしていかなければなりません。釣り具ではストアで購入した釣り竿となるロット、リール、餌となるルアーを装備することができます。ストアでは魚を釣った時にもらえるクレジットを貯めて、釣り具や様々なアイテムを購入することができます。良い釣り具を使えばより簡単に大きい魚を釣ることができるそうです。インテリア水槽であるアクアリウムの壁やデコレーションの追加ができます。ここでは木と岩を購入してみました。何もなかった水槽にデコレーションがされました。たくさん魚を釣ってここに入れるとどんどん楽しくなっていきます。魚を見ているだけで癒されるんですよね。ちなみにロッジは A と B に分かれていて、 A が淡水、 B が海水の水槽となり、購入できる家具はそれぞれ別になります。他ボートやアバターも購入することができます。魚の情報画面では魚アイコンをクリックすると、その魚の生息場所、餌、釣った数、釣った最大サイズなどの詳細を確認することができます。釣ったことがある魚であれば魚が表示され、釣ったことがない魚はシルエットで表示されています。プラスボタンで水槽に入れたり、マイナスボタンで取り出すことができ、最大50匹まで水槽に入れられるそうです。水槽は先ほどお伝えしたように淡水と海水では別々になります。今回はランキングとマルチプレイヤーが省略します。設定画面ではゲーム設定が細かくできます。釣った時に流れるミュージックを消したい場合は画面のように一つにしてください。難易度はノーマル、ハード、エキスパートの3種類があり、釣りのラインありなし表示は各ロケーションで設定することができ、ここは後で見ていきたいと思います。最後はチュートリアル、ここで基本をチェックしてみてください。それでは地図に戻り、一つ目のロケーションへ行きましょう。画面上は全部緑色になっていますが、最初白色のものはロックがかかっています。難易度や釣り方は後ほど説明しますので、まずは世界観を感じてみてください。いやー、本当にその場にいるかのようですね。この自然の景色と川の水の音でリラックスできます。釣りをしないでぼーっと眺めてるだけでもいいですね。立って気合を入れて釣ってもいいですし、座ってのんびりゆっくりしてもいいかと思います。デフォルトではミュージックがオンになっていますが、このようにやる気が出る音楽が流れます。釣れました。釣った魚はホーヤイホヤニラミ。左のリリースは経験値がもらえ、ハマるとロケーションをアンロック、キープではクレジットがもらえ、ハマると釣り具やアイテムを購入することができます。経験値を先に貯めて様々な場所に行ってみたいか、クレジットをたくさん貯めてより良い釣り具を入手して大きな魚やいろいろな種類の魚を水槽に入れて楽しむかはあなた次第です。A ボタンを一回押してトリガーボタンを押すと風景撮影。A ボタンをもう一回押してトリガーボタンを押すと自撮りができます。角度を変えた撮影をするときには、中指のグリップボタンでスマートフォンを握り移動してみてください。B ボタンを押すとコンパクトな設定画面が開きます。ここで釣り竿となるロット、リール、餌となるルアーを選択することができます。ちなみに釣り具の種類として、リールが上向きのベイトリールを使用したキャスティングロット、リールを下向きにスピニングリールを使用したスピニングロットの2種類のセットからも選択ができます。釣り初心者であればリールが下向きのスピニングロットがおすすめみたいですね。スピニングロットの方がより遠く軽い仕掛けを飛ばして巻き取り速度が速いようです。大きな魚で負荷がかかった状態で巻きやすいのはキャスティングロットになるようです。先ほど出てきていた画面はプレイヤーの位置を調整するものでした。設定画面ではミュージックを一番下にして環境音のみにしてみます。難易度は先にもお伝えしたように、ノーマル、ハード、エキスパートの3種類があり、釣り糸の色の表示、ラインなしにすると、超リアルな釣り体験が可能となります。それでは各難易度と釣り方を見ていきたいと思います。まずはノーマルでラインあり、右タッチコントローラーを掴むと、メガネがかけられ、川に泳いでる魚がサーモグラフィーのように色がつきます。ルアー、餌の種類を変えることによって、釣りやすい魚を確認することができます。緑の魚は釣りやすく、黄色が普通、赤い魚が釣りにくくなります。右タッチコントローラーのトリガーボタンをしながら後ろに引いて前に出した時にトリガーボタンを離す。今回は黄色い魚を狙ってみましょう。大きい魚が好む餌を選択したので緑や黄色の魚が大きいと思います。ラインありにしてるので食いつきがあると釣り糸が赤くなり、画面のように矢印が上に向くと思いっきりコントローラーがぐるっと増えてヒットします。画面のように魚が怒って暴れてる場合は、左のグリップボタンで掴んでいるリールは回さずに何もしないで疲れるまで待機しておきます。
水しぶきが収まって次のようなマークが出たらリールを巻いていきます。巻きすぎると赤いゲージに入り糸が切れてしまったり、青いゲージに入ると糸が緩く握られてしまいます。この表示になったらオレンジの矢印の方向に右コントローラーのロッド、釣り竿を思いっきり引っ張ります。リールを早く巻きたいときはトリガーボタンを押すことによって糸を張ることができるようです。魚が飛び跳ねた場合、緑の矢印の方向に素早く動かすと音が鳴って、釣り糸が外れないよう動きの反対側に引っ張ります。先ほども出てきましたが、右側の赤いゲージを振り切ると、糸が張りすぎて魚が逃げられてしまいます。逆に左の青いゲージを振り切ると、糸の張りが弱くて逃げられてしまいます。釣り糸も青や緑になっている時は緩くなっています。魚が混乱しているマークの時は、トリガーボタンを押しながら早くリールを巻いていきましょう。魚が思いっきりジャンプした時は同じように矢印が2つ出るので、その方向に素早く動かし、ルアーが外れないよう動きの反対側に思いっきり引っ張ります。音が出て決まった時がすごい爽快感があるんですよね。手前で矢印が出たら、右コントローラーの竿、ロッドを上に上げて、左コントローラーのグリップボタンでキャッチします。大口バスが釣れました。ここでは最大レベル20で、経験値がこれ以上上がらないため、キープしてクレジットを入手します。次は難易度をハードにし、ラインありにしてやっていきたいと思います。ハードにすると、ノーマルにあった水中の中の魚の色が消えて、事前にレーダーのようなフィッシュファインダーでチェックし、魚のいる場所の当たりをつけて、ルアーを投げます。魚を釣っている時は、ノーマルにあったガイドもなくなります。投げるとフィッシュファインダーが消えて、実際に釣りをしているような現実的な感覚に陥ります。ちなみに僕は本格的な釣りをしたことはなく、釣り堀でニジマスを釣ったり金魚を釣ったりした程度です。実際の釣りはこんなに簡単には釣れないと思うのですが、本当に行った気分になれるのがすごいところですね。 VR なら釣れなかったっていうのがなくて、1匹だけでも釣れると思うので嬉しくなりますよね。釣り糸が赤くブルブル震えて、ヒットして思いっきりリールを巻いていきます。ノーマルで鍛えたコツを掴んで、ラインの色を見ながら引いていきます。慣れてくるとラインの色だけで判断できるようになってくると思います。鯉が釣れました。どんどんキープしてクレジットを貯めていきましょう。次は難易度一番難しいエキスパートモードにして、ラインありにしてやっていきたいと思います。ノーマルモードの水中の魚の色の表示や、ハードモードのフィッシュファインダーの表示もなく、超リアルな釣り体験をすることができます。ただ違いはラインありなので、釣り糸の色を見ながらリールを巻いていく感じです。魚が食いつきそうな時はラインが赤くなるので分かりやすいですね。来たー、これは大物。水しぶきを上げています。果たして釣ることができるでしょうか。ハードやエキスパートモードで釣れるようになってくると、よりこのゲームが面白くなってきます。大きな魚を釣るのには時間がかかりますが、死闘を繰り広げて釣った時の達成感はたまりません。今回釣ったのはナマズです。魚を近くで見ると結構リアルなんですよね。 VR なら触れますね。普通だったら触るのに勇気がいります。それでは最後はエキスパートモードにして、ラインなしでチャレンジしていきたいと思います。これで完璧な超リアルな釣り体験になります。あ、空を見上げると雲も動いてます。本当にその場にいる気分です。あとは食いついた時にブルッと震えて、そこでブルブルっと来たら持ち上げる感じですね。この辺から糸が引っ張られてきました。もうすぐです。よし来た。あれ、この魚はちょっと小さそうですね。リールをスルスル巻いてすぐ釣れました。あ、予想通り小さいです。釣れた魚は南赤座。左の方にピンク色でエピックと書いてあります。これは最近アップデートで追加された魚みたいですね。これもヌルヌルした感じで超リアル。魚の種類もどんどん増えて、水槽に入れて見るのがすごく楽しみです。それでは他のロケーションも見ていきたいと思います。ここは最後の20個目のロケーションで、海の海になります。穏やかな波の音がいいですね。ここで B ボタンでメニューボタンを開き、左上の地球儀のマークを押すと、ブラウザーが立ち上がって、ウェブページを閲覧することができます。自然の景色と音を背景にしながら、楽しむのもいいですね。また、オキュラスクエスト本体に音楽の MP3 ファイルを保存しておけば、好きな音楽を聴きながら釣りを楽しむことができます。また、YouTube で音楽や動画の音声を聞きながら楽しむことができるので、リラックスしながら趣味や勉強の時間を並行して当てられるかもしれません。このように画面を暗く目立たなくようにしたり、大きくしたり小さくしたり、奥に持ってったり手前に持ってったりと、自分好みの配置にすることができます。画面を小さくして音楽を聴きながら釣りをしたり、画面を大きくして釣りをしないで動画を楽しむのも良いかと思います。画面に入らないよう横に持ってっても良いかと思います。もうここはアイデア次第かと思います。目のマークを押すと画面が消えて、再生していた音楽だけ流すこともできます。メニューボタンを押せば元の画面に戻ります。
これも好きな音楽を聴きながら釣りに集中できそうですね。今回は音楽を流しているイメージでブラウザー画面を下に置いて釣りをしていきたいと思います。チャレンジするのは難易度エキスパートのラインなしです。おお、これは大物です。リール巻くのが大変そう。それにしてもこの景色いいですね。最初は川や湖のロケーションだけですが、16個目以降は海釣りになります。18個目以降は海釣り用のボートが必要になるので、キープしてクレジットをため、ストアでボートを購入する必要も出てきます。おお、この魚大きい。ちなみに全ロケーションは韓国の20カ所ですが、メニューの地図画面を見ると世界地図が載っているので、各国の釣り場スポットが追加されるアップデートを楽しみにしています。そんな、最後の最後で逃げられました。もう呆然です。だいぶ時間かけたのに。ということで再チャレンジ。次は難易度エキスパート第2ありでやったら同じ魚が引っかかりました。ラッキー、なんとか釣り上げてみたい。よーし、これでどうだどうだどうだ、耐えて耐えて。よーし、釣れました。でっかいでっかい。大きすぎて船の上に乗りました。この魚はヒラマサで約153センチの66キログラム。この大きさってどうなんでしょう。大きい方になるのかな。せっかくなので A ボタンを2回押して釣ったヒラマサと一緒に記念撮影。これは良い思い出になりますね。それではブラウザーの画面を横に置いて引き続き楽しんでまいりましょう。大物釣るぞー。ロケーションが変わり、17つ目の荒波、そして大雨。難易度はノーマルに戻してラインあり。ヒットしたその矢先、わー、上からサメが食いついてきました。これは超大物釣れるかな。こういった大物を釣るときは3分から5分ぐらいの時間がかかります。一つのミスが命取りになってしまうんですよね。それにしてもこのサメはよく飛び跳ねるな。すごくやりごたえがあります。このロケーションは大雨が降って雷もバンバン鳴って迫力がありますね。最初このリアル VR フィッシングという VR 釣りゲームを購入する前はこれ本当に面白いのかなと思っていたんですが、経験値を貯めていろいろなロケーションに行き大きな魚が釣れるようになってくるとすごく楽しくなってきました。初めの頃は少し我慢が必要かもしれませんが、ゲームバランスがいいので初心者から上級者まで幅広く楽しむことができると思います。よし、釣れた。おっきい。釣れたのはイタチザメ、約317センチで589キログラム。すごすぎる。夕暮れのロッジの外で佇んでいます。あー、水の音がいいですね。すごく静かです。今椅子に座っていました。立ち上がって、手前が海釣り用のボート、奥の船が川と湖用です。再びロッジを見渡します。船の近くに行ってみましょう。ここで船の色を変えることができるんですね。今回は両方ともグリーンにしてみました。テレポートで船の上に乗ることもできます。ここで運転もできればいいと思うんですが、そこまでは対応してないみたいですね。先ほど座っていた場所です。今は夕方の時間帯ですが、日中や夜の時間帯にも変更することができます。ここは淡水魚の水槽になります。ロケーション1から15までの川や湖に生息する魚です。この光加減が何とも言えません。ここもずっと見ていられますね。ああ、本物の水族館に行きたくなってきました。ある条件が揃うとこのようにトロフィーが獲得できます。最後は海水魚の水槽をご紹介して終わりたいと思います。オキュラスクエスト2リアル VR フィッシング、いかがでしたでしょうか。勉強、仕事、家事に疲れた後、隙間時間に少しずつ楽しむのがおすすめです。実際の自然の景色と川、湖、海の音に癒されてリラックス効果が生まれてくると思います。今回の動画が参考になった、良かったよということでしたら高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。今後もいろいろ VR ゲームをご紹介していく予定ですので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。今後も一緒に VR ライフを楽しんでまいりましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回はリアル VR フィッシング全20カ所のロケーションをご紹介します。